진짜 진짜 아, 그, 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 接触が、まあ、ヘッドホンの調子が悪いみたいでございまして、聞こえましたか？分かんないね、これ。なんだよ、これ、本当に。ということで、なんか最近、異様にバタバタしておりますけれども、あ、なんか今いろいろ、どういうことですかね。大体あれじゃないの？前のやつにくだらない番組やりすぎてこうなっちゃった。どうもどうも。あれ、ちょっと待って。何やってんのよ。どうしてか。いいのこういうんで。もう聞こえない。どうしたの？聞こえないよ。聞こえないっていうか今何も流してないもんね、うん、聞こえてくるひどいもんでございます。ひどいもんでございまして、告知はしてま、あ、何の話？マンチャヒンチャ言ったよね。言ったような気がして。会話の言ってない。会話のようなマンチャヒンチャとか言ってない。言ったでしょ。あ、そうですか。高山雅樹でございます。今日もよろしくお願いいたします。というわけで、もういいや。今日は、今日は、コマエンジェル、今日はコマエンジェルからですね、代表のミワティでいいんですかね。僕、なんてお呼びしたらいいんですかね。あ、ミワティで大丈夫です。はい。本当はカヨティが来るはずだったんです。そうなんです。ね、うん。なんか、疲労で。そうです。疲労困憊。もう本番前で、はい、もう、この間も日曜日の稽古でも、もう視線ギリギリのところまでやっちゃってるんで、うん、もうヘロヘロになって帰ってましたんで、ね、いろいろ。それからもう一人、なんだっけ、マリエッティというふうに。はいはい、あ、うちのメンバーのマリエッティですね。さ、まあ最初から、本当はあの、来るかなと思ってたんですけど、もうちょっといろいろ忙しくて、はいはい、最初からそれは、リモートで、はい、ご出演という予定でございました、はい、けれじゃないか、じゃないや、ちょっと今日来れそうみたいなことをおっしゃっていたんでございますけれども、帯状疱疹言っていいの？言っちゃいけなかった言っちゃいけない。まあね、うちのメンバーね、体調が悪くて放心してるっていう、そういうことですね。そうそう。うちのメンバー、体調が全くいいっていう人いないの？まあ十数人で稽古してますけど、まあ大体2名ほどぐらいしかいないですね。ああ、みんな更年期症。みんなそう。もう更年期を過ぎて、膝に水が溜まってたり、肩に石が入ってたり。僕言った、うん、今、コマエンジェルって。言いましたよ。さっき言った？もう忘れないでね。ということでございまして。のお二人が来てくれる予定だったんですけど、まあ、元気な、代表の、はい、ミワティさんが一人。よろしくお願いします。でですね、それからもう一人、2回目でございます。前回は収録でございましたけれども、神野みなみさんに来ていただきました。はい。はい、2年ぶりでございます。でもさっき出たね。さっき出たね、ちょっと、ね。さっきちょっとまた市原悦子。市原悦子、ね、ここ来ると必ず市原悦子やる。ごめんくださいませってやる。よろしくお願いします。なんでこういうことになったのかって話なんでございます。はいはい、けれども。はい。どっちまでしょ、なんだろうな。コマエンジェル。コマエンジェル、どっから、わかんないんですけど、ただね、コマエンジェルは、もうすぐ公演でございます。6月22日土曜日。はいはい、どうかなと思ったんですよ。ね。だって落語の日ですよ。その、要するにその日、落語をやるというのに、その日のにコマエンジェルの宣伝をするというのは一体、そうだ、どういうことだ？私に見に来いって言われて、うん、落語。あ、そういうことか。私はコマエンジェル行くことになってるから行けない。ふざけるなって、ふざけるなって話をしたの。そっから始まったんだ。そっから始まったんだ。うん、そしたら、うん、実はそのコマエンジェルのマリエッティさんと一緒の芝居に出るよっていう話で、うん、じゃあその告知に来るかみたいな話になって、だったらマリエッティさんも一緒に来るって言ったと、うん、だそういうふうに、本当はだから、コマエンジェルと、この神野みなみをつなぐのはマリエッティさんだったわけですよ。うんうんうん、そうですね。そうそうそう。そうですね。そうですね。そうですね。そうです。だって、私ね、ね、マリエッティから連絡もらってね、うんうん、話言ってるって、ラジオ、高山さんのラジオ出るでしょ何にも知らないですけどって言って。いやだってそうそう、彼女の方から話行くとか言わないけど、いろいろごちゃごちゃあったんですけど、うんうんうん、ってのことでございまして、はい、でこういうことになったわけです、はい、で肝心要のマリエッティさんは、うん、後で電話だから、いつ電話すればいいの？だからそれも連絡してないから言わないと、うんうん、聞いてますかね、今どうですかね、今聞いてると思うんですけどね。じゃあ、うん、私が、うん、もうちょっとしたら電話しますのでよろしくお願いします、うん、お二人ということでございます、はい、けれどで、だけどだからみんなで電話でつなごうっつったのに、
あなたは、あなたは携帯で忘れてくるという。で私がこれでマリエティに電話すればいいのね。どうすればいいの？いや、あのね、そう、ちょっとどうすればいいの？あとは名古屋ちゃん指示してて。まだいいや。とりあえずちょっと待って。ちょっと待ってでございまして。で、そういうことなんですけれども、いずれにしても、だから要するに芝居が、今、コマエンジェル、ね、はい、落語があるんであんまり宣伝をしたくないコマエンジェル同じのやつの宣伝と、それから、マリエッティさんと陣野南さんが出る芝居があるわけでございますよ。はい、で、これに関して、一個前じゃない、うん、今日の番組に出てたんでしょ？その、ややこしいんだね。おときさん？違うんだよ。おときさんはこう、加藤と彦でしょ？じゃなくて。誰？そうそう、北島まみが。はい。同じ芝居じゃないんですが、うん、どちらもこの松井さん、これって松井さんの、はいはい、うん、のお芝居で、こう一つのチラシでこっちに。日本立てなんですよ、だから。そうそうそう、はい、こっち側に出てる。そうです。お江戸土産の方に北島まみが出るんで、多分今日宣伝させていただいて。さっき聞いて、はい、へえみたいな話になりました。ということでございます。はい。で、マリエッティと私はこちらの。こっちの。ね、そっちに出るんですか？はい。ということでございます。という話でございまして、とりあえずちょっとね、はい、この、うるなん、あ、賞も出るんですよ。だからもう今大変私。賞って誰？って誰？名古屋賞？違うよ。裏レビュー賞があるんで、それがもう大変なんです。これもやるの？はい。死に物狂いで今練習してるの。マリエッティとそう。あ、ちょっと日暮の話もあってちょっとしようかと思ってるんでございますけれども、あと大鶴義丹さんが出るわけでございますね。はい。月夜の一門線の方には。高山さんの後輩にあたる、はい、あ、違う違う、ね、うん。そうらしい。じゃあ、まあそうそう。まあちょっとね、まあ、いや、で、要するに僕は、前も言ったか言わないかわかりませんけれども、このミワティさんは私の大学の後輩でございます。はい。だいぶ下でございます。ね、ということ、うん。まあいいんですよ、あそこの大学でどうでもいいんですどうでもいいんですが、大鶴義丹はその後頭部の、で、だから何が言いたいかって、大鶴義丹は何しろ唐十郎の息子でございますから、そうですね、最近唐十郎が、死に、ま、お亡くなりになりました。お亡くなりになりまして、うん、それなんと国がですね、あの唐十郎に、勲章を授与する時代も変わったなというふうに。で、ちょっと調べたら、ちょっと前に文化勲章じゃない、なんかもらってんだよね。厚労省かなんか。へいと言ってもらいに行ってみてですね、唐十郎は。うん、それを見て唐組ね、なんつってんですかね、要するに状況劇場って皆さん、はい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 、もう今の若い人全然知らないですけども、うん、赤テントってやつですね、うんうん、まあ花園神社にテントを建ててやった芝居でございます、うんうん、そこに、まあ、機動隊がやってきてですね、うん、そこに見てそこに見てる人たちが帰れ帰れと大合唱したという芝居でございますよ、うん、その唐十郎に国が ね。で、その照明をやっていたのが、龍前照明でございます。状況劇場。そうなんです。そうなんです。そうなんです。だから多分その頃も、うん、そう、なんまあ、要するに龍前照明誰かが。で、ピンちゃんって知らないか、あなた。で、なんでこの話してるかっていうと、龍前照明は割と、がやってくれる芝居に、まあ、二人出てたりなんかしたことがあるみたいな。そう、神野さんね。そうです。で、そうなんですよ。で、そこのピンちゃんっていう照明家の、今は第七病棟とかもやってる人なんですけど、で、まあ、藤田朝也という劇作家がいて、それで、まあ、ちょっと、いろいろつながりがあるんですけど、その藤田朝也が芸術祭賞に、ノミネートするっていう時にピンちゃん怒ってね、そんなものに、なぜノミネートするのか。てのことを起こっていたというようなそういう劇団でございますけれど、でまあうちも今も龍前さんにいろいろ世話になっているわけでございますというようなことでございます。はい、で今日はちょっとですね、まあ、ここに部下さんも隣にいますけれども、この3人に、うん、まあどうしようかな、まずちょっとサクッと宣伝をしてもらおうかな、うん、そうですね、ね、コマエンジェルから、コマエンジェルさんから、はい、ちょっとまあで、来週もね。私も見に行きます。大好きなの、私。大ファンなの。バカ野郎。もう隣にね、ミワティがいることですごく嬉しい。見てんだもん、この間。ふざけやがって、これやる。その日は落語でございますので。あ、落語どこでやるんですか？この野郎。泉の森会館で。泉の森でね。はい、うんうん。僕ね、あれですよ。今日いませんけど、カヨーティから
コマラジやりませんって言われたんですよ、石松さん。ああ、そうだったかもしれないですね。そうだったかもしれないって。それで、最初の頃は、ね、ちゃんと番組、コマエンジェルで番組持ってたのに、そうですね。とっとやめてしまいました、ね。いろいろね、事情がね、ありまして、いろいろ事情がありまして、ちょっと、帰ってくの待ってるって。まあいろいろ事情がありまして何今の笑い何なんだろう別に喧嘩別れしたわけじゃないんですよねちょっといろんなね事情があって引きましたそれで残された私は今までいまだにやってるってこと、ありがたいことです。何がありがたいそれでちょうど落語は今度あるんですよ。パーソナリティーの、このコマラジのパーソナリティ4人が出るわけですよ。にもかかわらずほうひどいね。で、私は、その日のコマエンジェル。違う。演目の宣伝してくれる。じゃあ宣伝してください。どうぞ、はい。勝手にやってください。どうぞ。6月の22日土曜日になりますけれども、狛江市の西側の公民館ホールというところでですね、13時からの会と17時からの会、2回公演を行います。で、ですね、ありがたいことにですね、今、残席、17時の会のみ、8席程度、残っております。と言ってもね、そんなにたくさんね呼べるわけではなく、全部のお客様合わせても400いかないかぐらいのところですので、まあね、ありがたいことですけれども、まだ8席残っておりますので、17時の回もしご都合つく方がいらしたら、生コマエンジェルをぜひ見に来ていただきたいなと思います。今気がついたんですよ。はいはいはい。17時ね。はい。で終わったら見に来れんじゃん、落語。こっち何時？19時。なんというひどいことを。何時に終わる？え？何時頃終わりますこれ？17時。2時間やりますね。ちょっともう少し短くない？巻きで？ひどいね。でもひどいね。ではまあ6人出るんで。木田さんが体調悪くなればいい。やめなさいって。え、どういうこと？何を言いたいの？時間が伸びる。ああ、途中でね、前回、義太夫さん、前々回か、グレート義太夫さんが途中で、講座の途中でちょっと具合悪くなりましたって、おりましたからね。いや、ちょっと戻ってくる間で繋いだわけですよ。時間が一番。戻ってきたのでも。戻ってきました。すいませんって戻ってきました。で、そういうことがあると間に合いますので、私はでも、後の方で来てやると思いますんで、来れるよ。なるほど。うん。で、もし、こうしましょう。17時の回にコマエンジェルを見た方で、こちらにいらっしゃる方は、少し値引きをいたします。だそうでございます。コマエンジェル見たよって言えば。なんか半券とかないの？ありますよ。それを持ってきた方には、じゃあ、後で発表して。値引き半額はね、ちょっと待って。考えてもですね。というわけで、まあ、ちょっとそれはちょっと後でまた考えますけれども、まあ、ちょっともう少しどういうものなのか。そうですね。はい、ですね、これ2つショーをやるんですけれども、うん、はいはいはい。第1部、ビバ、少女漫画といって、昭和の女の漫画と書きます。昭和のほら、ガラスの仮面ですとか、うん、エースを狙いですとか、うん、ベルバラですとか、あの辺を実写版で、ちょこっとやりつつ、なんか一つの、ストーリーにまとめたもの。で、10周年公演の時に、育成層っていう公演をやりまして、あの公演がね、なんかね、本当にありがたいことにいろいろな、ところで、山形でやらせていただいて、新宿でやらせていただいて、しまいには博品館にまで呼んでいただいて、ね、すごいですね。そうそうそう。その時の、シンガーさんたちが集結してるんですね、今回。あ、なるほどね。うん、で、それで、まあ、メドレーをちょっと久しぶりにやってもらおうと。でも、第2部っていうのが、コマエンジェルバスツアーと言いまして、バスツアーなんですけれども、ですね、2月に西川原公民館の、イベント西川原っていうのがあるんですね。うん、それで、やったんです。うん、で、その時に、その前の年にですね、キャパが200名なんですけど、コマエンジェル300人近く来ちゃったんですよ。ね、うん、こんなこと言っていいのかどうか、ちょっとわかんないですけど、うん、やっぱり消防法的にもよろしくないですよね。こんなことラジオで言っていいのか分かんないですけど。すいません。狛江消防署の、何そうですね。いかん人に言っちゃいました。そう、まあ、そうだけど。ダメですよ。そうだけど、当日、来てねって言っただけで、こう、
あれだけの人が来ちゃって途中返すとかっていうことがもうとっさにできなかった。なるほど。まあそういうこともありまして、あのコホールの方があれは困りますと。な、困るっつったってね。そうそう、なんとかしてくださいと。それは無理って思うんでしょ、うん、でじゃあって言っていろいろこう、あの今度はじゃあ整理券にしようかっていうことにはなったんですけれども、でもすごい結構ね6ヶ月ぐらい練習したもので結構長いショーだったんですよ。でまあ、200人ぐらいの方だとちょっともったいないねって、うん、もう一回どこかでやりたいよね、うん、ということなんですね。ということでかといって それをもう一回再演して1回は無料で2回目はちょっとあのチケット代をあのいただくっていうのはちょっとおかしい。ああ、それで、うん、だからもっと見応えのある2000円の価値のあるものを、うん、なるほど、うん、作ろうということで、ビバ少女漫画の方は作りました。書き下ろしですね。さっきちょっとジンノさんと喋ってました。2000円ってむちゃくちゃ安いよね、はい、考えらんない、ね、今どんどん上がってるじゃないですか。そうそうそう、今も5000円はくだらないですよね。5000円でも安いって思 う, もん。そ う, そ う, そう、ありがとうって言っちゃう私、うん、俺は言わないけどそれぐらい高いから今。そうそう高い、本当に大変ですよね。こっちこっちはいくら、こっちは浅草公会堂はいくらさ、はい、どっしゃー一席9500円、A 席7500円、まあ、松井誠さんですから豪華絢爛でございますので、うん、その、うん、そこによろしくお願いします。そうでございますね、市原悦子さんも出るということでございます、はい、やるの、またまた芝居の中で。市原悦子はやらないよ求められてないよ。出るたんびにやってない。松井さんは求めないと。やっちゃえばいい、まあ、いいや。あの、ね、やっぱねすごく縁があって、そもそもそのこの松井さんのところで、あのなんていうのかな、秘書というわけでもないけど、あのじゅんちゃん、うん、誰ちゅんちゃん、あの、ね、ここでものすごいバリバリこうスタッフとして働いている、うん、あの子がいるんです。ジェちゃんと言いましょう。ジェジュンでいいや。ジュンでいいや。でジュンはい、ジュンが、うん、あの私の同期なんですね、やっぱり大学。あ、そうなん。彼女もともと女優で、うん、あ、彼女なのね。う、うん、で、松井さんのところでもあの出演してた女優さん。で、なんだけど、今はもう、松井さんにも生涯捧げるじゃないけど、そういう感じで、こう、裏に回ってるんです。で、コマンジェルも応援してくれてて、まあ、そのつながりもあったりで、マリエッティに、ちょっと今回、声をかけていただいたんですよね。そういうことなんですね。うん、あ、じゃあ何？マリエッティさん、今後ずっとコマンジェルに関わるんですか？マリエッティはずっとコマンジェルでやってたんだよ。あ、メンバーでね。やってた。うん。あ、そうか、そうか。そう、それで、順と引き合わせて。あ、そう、ああ、そう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 。なるほど。だそうでございます。うん。それで、ね。だからもう、いろいろ本当にね、玉川つながりなんですよ。つながりがね。うん。もう言っちゃった。まあ、いいけど。え？あ、言っちゃった。似てない。ダメなの？ダメなの？好きじゃないんだもん。まあいいや。で、このね、お写真も。こちらもこちらも。そうそうそう。写真撮ってるのも、玉川の同期です。そうなの、このフライヤーどっちも。ということでございますか。なるほど、ございますかって感じです。で、まあ、その大学お出になって、はい。まあ、あの、D で、卒論 D で。はい。何を言うんですか、もう。さっき。もう、なけなしの、あの、情けをもらって D で、やっとこさ、卒業させていただきましたけれども。その後どうされたんですか。その後ずっと10年間劇団をやってました、ね。劇団さん、それは自分で作ってきた。そうですね、私が座長で、うん、で、まあ、池袋小劇場ぐらいまでやって、結構ね、1000人ぐらいは集められる劇団にはなってきて、赤字も出したことなかったですし、そう、なんだけど、やっぱり時代は、まだ女性に厳しい時代で、子供を産む、あ、そういう意味か。ならば、どっちかを取らなきゃいけないと。あ、そういうことね。で、まあ、やってる人もいますけど、私座長でしたから、だから、役者だけじゃないです、うん、もう全部を生活の全部をそっちに注ぎ込まないと芝居一本は作れないし、うん、で子供も、あれ もう結婚 してた、うん、結婚してました。はい、で、うん、で妊娠5ヶ月ぐらいで劇団としては最後にやって、で、うん、1歳ぐらいの時にプロデュース公演1回やったんです。でその時ちょうど主人が職を変える時にで、ちょっと休業手当をもらいつつ休みになってた時期があったので、そこに稽古期間をぶち込んでやったんですけど、やっぱりね、帰ってきたら劇団の仕事と
あの子供のこと、うん、とてもじゃないけど無理。なるほど、うん、子供のことも絶対に片手間ではできないですよね、うん、何かをやりながらできることではないなって思って、でやっぱ一番優先したのはやっぱ人の命人生にね、うん、関わることですから、やっぱりその運動いて自分の好きなことやってるなんて恥ずかしいことはしたくないなと、うんうん、だからもう、うん、まあ本当にもうやめたっていうつもりでいたんですけど、うん、まあ縁あって、その本当に縁あって、幼稚園、子供が幼稚園ぐらいの時にプロデュース公演しようって、ファミリーコンサートみたいな、うん、プロデュース公演しようっていうお誘いがあって、じゃあやるかってプロデュースしたんですよね。その時のダンスメンバーたちが今のコマエンジェルの、うん、うん、そういうことなんですね。はい、でさ、僕らの時代は10年ぐらい違うんですけれども、はいはいはい、もうそのもう大概どっかの劇団の研究所に入ろうかっていうのがそういう発想だったんだよね。だから自分たちで劇団を作るなんていう、まあ、いないわけじゃなかったんだけれども、うんうんうん、ほとんどそうじゃなくて、まずはともかくもう一回どっかに入り直してみた、うんうん、そうですね、でそういう人多かった、うん、だよね、あ、やっぱりそうだった、うん、多かったです。でそんな中でいきなりその劇団を作るみたいな風っていうのは、それがですね、うんうん、私ね割と子供の頃から芝居やってたんですよ。あ、そうなの。そう、山梨なんですけど、うん、その児童劇団に入っていて、うんうん、でそのつながりで高校演劇に誘われまして、で高校演劇で2回も最優秀賞を取ったんです。あ、そういう経験ことがあるのね。そうすると、他校、他の学校の割とこう強い子たちがこう集まってくるんですよ。宮さん一緒に芝居やりましょうみたいなことになって、割と高校時代からもう恥ずかしい、もうめちゃくちゃ恥ずかしいお芝居ですけど、高校生のお芝居をやってみたりだとかして、で東京に私出ました。そしたら田舎のその演劇仲間が、宮さん帰ってきて一緒にやらない、夏休みだけでもみたいな感じでやって、それをじゃあ今度東京でやろうよって、そういう流れがあったんですよ。でだから大学時代もずっとその劇団なんだか劇団じゃないんだか分かんないけ ど、 なるほど、ね、そういうのがあって。なるほどね。じゃあ要するにもう大学なんかどうでもよかったと。まあ、まあまあ、そうですね、まあまあ、俺も基本的にまあ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 いいや、そこから、うん、あ、そういう感じでございます。そう、だからもう、まあ、で あなたはアモンの後を継ぐ、じゃあ後によるようになるというふうに卒業す、なんで卒業するのって言われたという話でございますね。卒業したいの、平さんじゃない、昔荻野って名前だったんですけど、卒業したいの荻野さんって言われて、アモン君みたいになるんだと思ってたって、もっと私も本当に一般市民ですから、もっと卒業だけはさせてください、お願いしますって言って、ちょっと当時アモンって言ってさ、ね、アモンソ、アモン、宮本くんって言ったもんね。そうだよね。うん、宮本良治でございましたけど。でもね、宮本さんにもご縁があって、直接知り合いっていうわけではないんですけど、宮本さんの、お弟子さん。そんなのいるの？うん。お弟子の演出家さんの芝居、舞台にはちょっと出させていただいたことはあります。へえ、そういうふうな、その芝居の人生を歩んでこられたわけでございますね。わかりました。なるほど、謎がないな、そうだったんだ、ね、南さんは、はい、何ですか、今油断してた。私次ウボカツさんでしょ。南さんはどういう、まあ、僕、まあ、知ってますけど、知ってますけどね。いや聞きたいですよ。いや私はだから去年亡くなったんですけど、父親が、ね、うん、父親がね、もうね、うん、知る人は知るろくでも父親や俳優役者だったんですけど、そして私はだからもう、ね、物心ついた頃からだから旅公演とか連れて行かれて、でも環境がもうそういうところに育ったんだから、もうなんか役者をやんなきゃいけないのかなみたいな、うん、勝手に思っちゃってて、うんうんうん、それででも何、やっぱり最初は青年座だったの。最初はそのそうそうそう、青年座に入ったの、構成させられる、構成知らないでしょそんな話。知らないです。本当青年座って18からしか入れないんですよ、研究所。私16の時にちょっとこうね、うん、何道をね、謝ったのね、謝りそうになったから演劇で構成させようと親が親だってろくなもんじゃない、ろくなもんじゃないのに、うん、そのほら仲間うちがみんないるじゃないですかね、青年だね、でなんとか入れてよって、裏口入学っていうか16だったのに特別枠で
そういう入れてもらったんです演歌に。それどの辺の代の方ですか。私は竹中直さん一級上でした。あ、そうですか。実習、うん、かちびっこギャングは被ってないですか。被って、ね、ちょっとずれてるか。私同期は今何人か活躍してる人もいますけど、うん、どうなんだろうね。あのいろいろな、とにかく一期上のところにはいました。実習課に。あの声優の島本澄さんとか。澄さんはもう大先輩ですね。あ、そうですか。うん、うんうん、はい、いや、それでそれでそれでそのまま上には行かなかったの。それでそう、まだだから学校も行ってたし高校も行ってたし。あ、そういうことね。そうそうそう。それであ、構成施設に入ってたって、ね、構成施設に入ってそれであのちゃんとやろうと思ってたんですけど、うん、某あのほら児童劇団、はい、その某児童劇団とかです、はい、でずっとやってたね。あの本当に律儀に、本当に律儀にあそこ行ってたよね。でもさ、ずっと思ってたんだけど、やめ、先輩がいるとこですよ。先輩が代表ですよ。知ってますよ、知ってますよ、知ってますよ、はい、知ってますけど、そのお互いに先輩なんでございますけども、まあいいんですよそこは。アモンさんの一期上なのかな。そうそう、一期上、一期上、ね、アモンの一期上、うん、ですです、はい、で、いや、だからずっと思ってたんだよ、やめいや、なんだろう、だからそこでほらね、お世話になったっていうか、うん、父が本当にギリがたいよね。だからそう、それでだってそこで仕事もらってたからご飯食べれたんだよって育てられたから。分かるけど、分かるけど、でもでもそれで、うん、まあ卒業され何年前、もうだから40年ぐらい。違うよ違うよ、だから卒業。ああ、卒業したのは、うん、コロナの2019年ぐらいです、うん、はい。まだずっといいの言って。言っていいの？言っていいよ。言っていいよ。俺やめりゃいいのって言ったよ。まあいいよ。まあ、何でもいいんだよこの番組は、うんうん、もう、はい、で、あ、聞いてる？誰が？聞いてると思う。わかんない。わかんないけど。聞いてるでしょ。いい劇団ですよねあそこ。いい劇団ですよ。どこの話してるの？はい、どうぞ。どうぞ。あのね、劇団児童劇団があるんですけど、劇団東照って知ってますか。東照、はい、どういう字。東の少年の少って書いて。はいはいはい、はい、そこでもうだから40年ぐらいやってたんです。おお、すごい。ね、毎回タレントさんを主役に呼んでみたいなこと。東照ですね。ね、まあ今も頑張って、今年も7月に三越劇場でかぶってんの私と。邪魔見ろよ。そうなんでございます。そうです。で、まあまあ、でももう本当にそこだけに尽くしてた感じだよね。あと、あの藤田朝芽さん、まあまあ、でそれでも随分後の話だよね、はい、それこそさっき言ったあの丸丸王が、うんうん、演出女子やった時に一緒になった時が13年前ですね。13年もなりました。そうですよ、あの 3.11 の年だから。あ、そうだ、はい、そうなんですよ。で僕もあの芝居の時にですね、ちょうど爆発した時にですね、稽古場に入って8時間ですよ。で当時原発がもう一回爆発したら東京にいる人は3時間で逃げないと危ないっていうふうに言われた時代ですよ。それを遮断されながらですね、8時間稽古場にこもってるってこれなんぞやみたいな。でその人をもう明日どうなるか分かんないっていうか、どんどんいろんな情報が出てくる中で、1ヶ月も2ヶ月も稽古するってこのテンポに合わないじゃないっていうふうに思ったんだな、あの時に。でまあ、その後、まあ、決まってたんで丸尾の芝居に出てみたいな話で、まあ、西山瑞希さんと芝居したりなんかした時期でございますな、うん、私はだから西山瑞希さんと一緒の劇団にいたんです、ね、青年出てから、あ、出てから、ね、みんな青年座を出てから、あの電撃っていうのを作って、はい、その後 ED メタリックシアターっていう、はい、というようなことでございます、はい、でも本当にその辞めた後、まあ、浅井さんの芝居も出ていたんですけど、ちょこちょこだけど本当に終わって今もう引っ張りだこじゃないの、もう次から次へと一つの芝居終わると次って来てるじゃないですか。なんかね、ありがたいことに、ね、本当に、うんうん、っていうか私そこの劇団員だと思われてたらしくて、うん、どこのそこの辞めたところの、あそこは劇団員っているの。いないです。でしょ、プロデュースシステムなんで、ね、誰も劇団員いないんですけど、うん、そこに所属してる
から声かけちゃいけないと思ってたから今まで声かけれなかったんですよっていう人にオファーをいただいて今いっぱいいろんなお仕事をさせていただいてありがたいです。なんか花開いた感じでございますよね。遅咲きね、遅咲きって本当にありがたいことに皆さん、ね、はい、ご縁をいただいていろんなところに、はい、青年座だったんですね。そうなんです、ね、うん、らしくないですけどね。いやね、私あのほら青年座でちびっこギャングっていたでしょ。いましたね、うん、はい、であのスミさんとご結婚なさった越川大輔さんっていうのが、うんうん、ちびっこギャングのお一方 で、ね、ちびっこギャングシアターっていうのがあったんですよ昔。あった、20年、うん、もっと前ね。その時にあの何度か私出ててそのちびっこギャングシアターにね、うん、でそこにゲストとしてマリエちゃんを招いて、いつのマリエちゃん、うん、昔の、そう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 、そこが出会いだったんですよ。あ、そうなんですね。あ、そこがきっかけで、そうそう、へえ、現在に至るね。で俺はだから大学の時にあなたの劇団の大道具に行ったことがあるんですよ。ひどいかったね。ひどかった。聞いたね、その私の劇団じゃないから、ね、あ、そうそうそう、だからあなたが、ね、ずっと尽くしていた劇団ね。もうね、旅公演ですよ。もうすごいよ、楽屋花札。ああ、うわ、時代だね。はい、とんがる、とんがる、とんがる。よいしょ、そう、出番です。はい、今行くよ、次行くよ、そういう。そういうとこでしたね。ね、え、高山さんって道具もできるの？何が？道具もできる。何でもできるよね。照明とかもやるよね。そうそうそう、もう。でも昔の劇団にいた人って、ほぼ何でもね、まあまあまあ、そうですね。うん。だから、何も、とんがる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 。どうもとじゃなくて。だそれやりません、やりませんよ。そういうことをやってません。というようなことですね。ちょっと。で、部活さんですよ。はい、あなたはどういう人？私に来ますか？来ますよ、来ますよ。黙ってください。でいいから、はい、はい、私は、まあ、なぜか、あの、演劇の専門学校入って、演劇やりたかったんですよね。なんか高校の時から。うん、で演劇を勉強しようと思って専門学校入って、でどっか劇団入んなきゃと思って、であの試しに受けたのが早稲田小劇場で。すごいですよね、全然アングラ分かってなくて、うん、ね、入ったらアングラだったみたいな。 でアングラって何みたいな。戸隠に行って、え、戸隠じゃない、富山、あの富山の戸隠村、あ、戸隠村だ、戸隠じゃない、行きましたね。であの一緒の部屋が、あ、部屋は一緒じゃないんですけど、あの白石佳代子さんと、あ、よくしてくださいましたね。うん、で、なんだっけ、あなたは何を、マヨネーズ、あのね、朝ごはんがね、食パンなの、1枚、食パン1枚ね、それで、それにボトルキープしてて、みんなのジャムとか、うん、いろいろこう好きなものをキープしとくわけで、うん、私と佳代子さんは、どっちかがいちごジャムで、どっちかがマヨネーズなのね。うん、で、マヨネーズとね、いちごジャムってね、一緒になるとすごい美味しいの。気持ち悪い。本当に。もう絶対美味しいから。気持ち悪い。え、やっても。でも美味しいかも。美味しいの、うん。もう大好きだった。あゆみ、やりたくなった。ちょっとやってみよう。白石佳代子なんて人、今の若い人知ってんすかね。どうでしょう、ね。いや、逆に今、私知ってるんじゃない。本当？本当。うん、本当。海洋ですけどね。うん、うん、今の若い子結構知ってる、うん、何言ってるんですね。こういう口ね。こういうって見えませんからね、ラジオで。で、その後。で、その後辞めて、日本舞踊をずっとやってまして、うん、で、たまたま見た小劇団で、イエローページっていう劇団だったんですけど、うん、そこでまたやろう。と思い立って入った、うん、だからその頃イエローページの時に、まあ、彼女がどういうわけか、僕最初にむしろ逆にイエローページを連れてかれたのを覚えておりますけれども、で、まあ、要するにちょっと日舞のこの人の先生っていうのは最近ちょっと連絡が来ましたけども、先生というのが言っていいのかな、いいやな、うん、藤田朝也の最初の奥さんでございます。で、後で、まあ、藤田朝也さんの演出で僕ら二人芝居2年連続やったりなんかしてた頃に、知らなかったね、要するに。この人はその人の内弟子をやってたんですよ。で、あの、もう日舞の。花木先生の内弟子やってたことを藤田先生は知らなかった。はい、そうなんだ。うん、でもさ、朝也さんすっごいチケット一生懸命ね、売っ
って、うちも父親結構見に行ってたよ。のりじろさんのやつ、ね、だから奥さんの。の元の奥さん、うん。そうなんですよ。最近つながった。で当時ね、あの奥さんつ、あ、ちょっと浅瀬に会いたいって言ってたのも、とかまだ、奥さん、まあ、次の奥さんが生きてらっしゃる頃からの話なんですけど、でもやっぱ今、やっとつながったって、この前も言って、喜んでいて、まあ、よかったと思ってるんですけど、で、その花柳の理事郎っていうのは、当時、花柳玄秀って言いました、家元を指した花柳の。で、花柳玄秀か、の理事郎か、その天才舞踊家と言われた、二人の一部の舞踊家でございますが、そこの内弟子をやったんですが。ってなことでございます。あの花柳先生はね、本当にその金持ちしか踊りはできないのかってすごい反発してて、だから、うん、あの発表会もテープでやるし、うん、あの実ね、そんなことは なかったじゃない、うん、で川内さんとか桂屋さんとかも全部本当は借りるんだけども、うん、化粧は私が習いに行って、うん、で行きつけば最初の頃は松竹さんお願いしてたんだけども、うん、その方に教わってあの私が子供たちに着せるようになったりとかして、うん、もうすごくいろいろ勉強させてもらいました、うん、そんなことがあったんでございますよ。だから、うん、琉球舞踊今やってる。今は琉球舞踊です。で、で当時その日舞をやっている彼女でございます、うん、だから浅井さんなんか要するに彼女が立ってるだけで立ち姿いいね、やっぱり日舞やってる、うん、で昔は役者さんは日舞をやり、うんうん、まあ、バレエもやらされみたいなことをしてたわけですよね、うん、まあ、今の人は分かりませんけれども、やっぱりその日本の芝居やるんだったらやっぱり一番必須かもしれないね、うん、で今でやってるんでしょ、ついに。だからね、マリエッティと私は還暦、ね、を過ぎて目前、まだ過ぎてない、てマリエッティ私よりちょっと下だけど、でも大体同世代だけど、うん、今頑張って、ね、でもやらなかったの、あの、いやだから40年前やってるはずなんで、やってるんだけど、やらないわけないよね、何一つ覚えてないの。いや私どうやってたんだろう、だって多分浴衣もまともに着れてなかった、今だってまともに着れないんですよ、一生懸命練習してるんですけど、はいはい、だってほら増方の時はね、尾形さんとか、うん、あの衣装係やさん、ね、みんな着せてもらって、でみんな着せてもらったし、ね、ミスズリンリンの時もあの、あ、そうだ、ね、衣装さんなんだっけ、なんとかさんね、うん、そこいいね、とにかく着せてもらうことしか ね、うん、だからちゃんとやっとかないとダメなんだよなって今でも、ね、僕はでございますよ、つまりもともとだからその要するに文学座なんだかみたいなのが入る気全くなくて、もうその大学出てすぐ僕はあるオーディションを受けて、そのままその芝居の主役をずっとやらせてもらって、常に飯を食って、うん、だから子供が中学ぐらいになるまではその芝居だけで食えてたんですね、うん、でまあその頃だね、でもそれよりちょっと前かな、で要するに彼女の芝居を見に行って、で彼女もちょっと見に来てくれたりなんかして、彼女って宇部方さんね、宇部方さんね、うんうん、で僕はその頃沖縄に出会ってしまって沖縄の芝居を書こうというふうに、その頃そう、ね、何歳ぐらい、もうだから25とかで、だから要するにその薄利多売 のお金をもらう芝居はずっと続けながら、もう本当こんな芝居やりたいわけじゃないんだよねって思いながら、で彼女は要するにそのイエローページっていうところの看板女優だったんですよ、うんうん、で大体、銀座で働いてそのお金を全部その劇団のために芝居年に2回ぐらいやったんですか、うん、のためにつぎ込むみたいなこと生活して、うんうん、で僕はその自分は不本意な芝居をこう続けながら飯が食えているんだけれども本当はその彼女がやっているような生き方の方が本当だよねみたいな話を、まあ、したことが、うんうん、あと打ち上げかなんかに行ってしたことが、うんうん、でそんなこんなでなんかその代役でその椅子に陣の乱にもいた藤田さんや の芝居に代役で出てきて、だから3日であのあなたがやったあのババ様、うん、3日でこの人全部覚えて、うん、みたいなことを、僕もババさん1回やってるんですよ、倒れて千佳さんが倒れて、私があ聞いたそれ、そうその人何何誰でしょう、誰から来てる、長岡よし、ああ読んじゃいけない、ボンちゃん、こういうの読んじゃいけないんですね、長岡の方から来たんですかね、うちのメンバーのボンちゃんですね、我らがリーダーミワティさん、ラジオ出演おめでとうっていうことのことでございますか。ミワさんが脚本のネタを思いつくときはどんなときですかって、そうですよ、なんか突然聞かれました、どんなときですかね、どんなときですかね、わかんないけど何かがあって点と点が結ばれていく感じだけど、神様が降りてくる感じ、いや
でもさっき言ってたけど、あの高山さんが、私も年2回ね、あのやってるじゃないですか。で1回ぐらいは他のところの芝居に出たりなんかしながらやってた時に、だんだんお芝居がお仕事になってきちゃう、ね、で作品なんてやっぱりポッと来てこれ書きたいってなって書いて、愛情もそこにつぎ込んで、あのできるものなのに、書かなきゃ書かなきゃ、あの稽古初日に間に合わないって言って、もうダサくだって自分で思いながらそれをみんなに出すっていうことが、もうなんかすごく嫌になっちゃった。その子供に逃げたわけじゃないですけど、あの、あ、一番最初の劇団やってる時の、そう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 、あのそのね、あの子供出産に逃げたわけではないけれども、うんうん、なんか私仕事にはできないって思って、なるほど、うん、仕事にしたらこう全部をかけられないっていう、ね、今は要するに今はだって仕事じゃないじゃないですか。分かってる。だから要するに仕事にしたいなんて一度も思ったことない。もう思いたくないですね。あ、思いたくないね、うん、分かるわ。まあなるほど。で好きなことをだこういろいろ、ほらやっぱり主催がいて、うんうん、いろいろこう自分の本意じゃないことをやらなきゃいけないときに、そうだね、うん、やっぱり部下さんだってあんた仕事にしたいなんて思ったこといつもないでしょ。そんなことないの、芝居は。そうですね。ただ私は芝居したかっただけだっていうことだよね。でその僕がだからその若い頃に沖縄に出会ってしまって沖縄の芝居を書きたくなって、それでちょっと琉球舞踊をどうしてもその芝居使いたくて、ちょっと彼女に琉球舞踊習ってくれないって言ったのが運のつけなんです。ああ、そうなの。そうで琉球舞踊を始めた。最初のうちはちょっとやるつもりで始めたのが、要するに俺がどん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 書けなくなっていくわけ。その考えれば考えるほど書けなくなっていく。でいつ書くのよ、いつ書くのよって言われているうちに、結局この人は今市販途中だけです。もうあの両立はできないって言って日舞をやめ、それで琉球舞踊オンリー。そうなんだ。でだわ、俺が悪いんですけど、ね、うん、運じゃないよ運じゃないんですけど、まあまあまあこの、まあ、もうその先はいろいろあるんですけども、うん、そんなことでございました。でもこの前あの大沢健ちゃんって、あの狛江に住んでいる、うね、あの俳優さん、役者さん、うん、あの勝つ舞踊家さん、舞踊家さんのちょっと詳細、うん、この話、いや来週でもいいや、西川原の花の文句なんですけど本当にボロボロに、まあ、ひどい扱いをされていた所作大夫がもう、をその供養公演っていうんで、うん、でそのすり足の比較みたいなのやってた、うん、日舞と中村さんって、あの能楽師の奥前の、うんうんうん、それと、まあ、琉球舞踊で1回目で2回目は大沢さん、2回目ね。最初は琉球舞踊と能、2回目は大沢さんと、その時に何年ぶりに藤娘を踊ったんですよ。踊りましたね。そんなでだからもう料理さできないって言って、でもここまで来れば多分、いや最初の頃はね、うん、あの微妙な体の使い方の違いがね、うん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 、やっぱり動いちゃうね、勝手に。日舞の体になってたから、うん、だからちょっとそれを一回修正しないと、うん、日舞はその品作らないですよ。あ、日舞じゃないや、琉球舞踊はこう向くときにはこうやってこう、なんていうの、能面みたいに、はいはいはい、もうこの人が踊ると、はいはい、こっち向くときにはついこっちから、うん、反対からこう行って、こう行くから、品が品を作ってしまうと、もうついつい作ってしまう、うん、それが抜けるのに何年かかるんだよ。それこそ20年ぐらいかかるんだろうね。分かんないけど、うん、でまあでまあ、今だったら両方できるんじゃないのなんて思って消しかけてるんでございます、うん、いやこの間見た時すごい綺麗だった、ね、水木さんもすごい褒めてた。いやすごい素晴らしかった。誰が水木さんすごい褒めてたよ、生方さん。いつの話だろう。いや美しい、本当に。いやこれぞ無料ですよみたいな。でもちょっとやってくんないって言って やれちゃうのすごいね、やっぱりね。いややれてないよね。だからそれからずっと習い始めるわけですから、できない。まあ、基本的に踊りが好きなんでしょう。あ、でもそ多分そうだ、あの演劇学校の時もやっぱり日舞の授業が一番楽しかったです、うん、あ、そうなんだね。あ、でも私本当にできなくて、未だできないんで、2月からお稽古通ってて全然できないんだけど、でもね楽しいの。なんだろうこれ、うん、そしてマリエさんも言ってた、うん、もう怖いし、もうできないし、もう落ち込むし、もう本当死んでお詫びしたいっていうぐらい先生にね毎回ね、本当にね、もうそれぐらいの思いで帰るの、ズタズタとズタボロになって。だけどなんか楽しいの。
なんですかね、楽しいの。その辺のお話をのお電話で。あ、全然電話、電話してないじゃん、俺。電話しよう、電話しよう。あと10分しかないです。これで伺ったらどうでしょうか。これを言えばいいの。これでかけてもらったら大丈夫。つながってるから大丈夫です。すいません。あ、もちろん。そうですか。聞いててくれてるのかな。全然つなぐの忘れてた。あ、誰も出るの。あ、じゃあ、あなた出ちゃダメ。俺が出ちゃダメなの。どれで、ここにいる人は切っといてください。あ、切っとく。切っとく。切っとくね。うん、みんなわけ分かってないから、ね、聞いてたかな今マリエティ、ね、もしもし、もしもし、あれマリエちゃんじゃん、もしもし、どうもマリエちゃん、聞こえますか、聞こえます、あ、どうもどうも、ね、今聞いてた、ずっとまだ鳴ってるか、ずっと聞いてましたよ、マジで、俺はマジで、すいません聞いていっていただきました、あれ切れちゃった、うん、私切ったよ、あれごめん、もう一回切れちゃったみたいで切り出しました、今ちょっともう一回これを切ればいいんだね、じゃあ俺の方は今鳴ってるよ、はい、あ、来ました来ました、俺が変なの、ジロさんがかかりっぱなしな、俺もかかりっぱなしなんで、あ、あれ聞こえました、あれ、これでいいの、これ誰だ、何これ、誰かがかけてる、今これかけてる、もしもし、はい、もしもし、あ、すいません、どうもどうも、初めまして、はじめまして。そう、初めてですよ。そうそう、会ったことないと思います。そうですね、はい。どうも、あの、高山と申します。すいません。一度です。お待たせいたしました。すいません。楽しく。待たせすぎた。待たせすぎました。ちょっとすっかり忘れてました。ごめんなさい。雑談じゃん、もう。そうか、そうか。カヨティはいるの？カヨティ出てないんじゃないかな。あら？カヨティはいません、ここには。いや、じゃなくて、グループ通話で。で分かってないもん、いやいや、もうどうでもいい、入ってるけどね、入ってるけど、まあいいや、まあまあいいや、まあ大丈夫でしょう、いいでしょ、いいでしょ、まあまあいいや、はいはい、で、そう、あ、聞いてマリエちゃんに、マリエちゃん何を聞くの、あの日部ね、大変だけど楽しいんだよねって、あ、日部ですか、いや、あのやっぱり振動を浴びました、振動を浴びて、いや、そうなんですよ、それでね、私ね、あの岡本敦子ってね、私もね、南さんと一緒でね、あの養成所時代にやってるはずなんですよね、そうなんですけどね、もういや、まあね、こんなに時間をかけて丁寧に教えてくださっているのに、身にならなくて本当にすいませんって思いながらやってるんですけど、でもやっぱり楽しいんですよね。楽しいんですよ。楽しいですよ。でもすごいね、松井さん、あの、この、その年になった人たちをさ、うん、この芝居に、はい、出るために、まず日舞をやれっていうのすごいよね。やれって言われたわけじゃないですよ。やれって言われたわけじゃないですよ。自主的に。でもほら、自主的ですよ。でもこれはレビューショーで踊らなきゃいけない。あ、踊らなきゃいけないですね。そうですよね。そうそう。あの、マツケンサンバみたいなわけにはいかないわけね。いや、でもね、あのね、ジュン曰く、その、スタッフのね、ジュン曰く、あの、大丈夫だよって言って、あの、言ってるんだけど、やっぱね、すごいね、マリエってはね、研究熱心だし、なるほど。うん、すごいやっぱ、あの、勤勉なんですよ。あ、なるほど。マリエって言えば大丈夫です。でも、死んでお詫びするほどのことはないと思うんですよ。いや、やっぱね、時間かけてね、教えてくださって。そうなの。この時間をやっぱ無駄にしちゃいけないと、やっぱり思ってはいくんですけどね。なかなかね、やっぱそれはね、すぐにはできる。すぐにできたらね、みんな苦労しないですよね。歩き3年でございますからね。そうですよね。はい。そうです、そうです。なので。早い動きってのは結構ごまかしが効く場合がありますですね。ゆっくり歩くのは大変だよね。体幹をこう、まず。そうですね。筋力がね、やっぱりね。そうですね。はい。筋力ね、使うんだよね。筋力使います。何もやってないように見えてね。そう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 。全然、全然、その、要するに、こっち、松井さんのお芝居はどういう芝居か、全くしてないんですが、でも来週もありますので。来週、たっぷり言わせていただいていいですか、私ね。そうでいいです、いいです。もし、もし来週も、あれでしたら、あの、また、リモートでも構いませんので。あれあれあれありがとうございます。誰か早く入って。カヨティ来た？カヨさん、カヨさん来たんじゃん。カヨティ。来た？カヨティ？あ、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。遅いよ。あれ？遅い。はい、まあいいや。なんかね、変なとこ押しちゃった、私。変なとこ押しちゃったの？かやさん。僕、あれですよ。言いたかったんですけど、僕、あなたに誘われて、ここに、コマラジに関わったんですからね。え、そうだっけ？何がそうだっけだよ。もうね、ほら、最近のことは覚えられない。最近のことじゃない。もう何年前よ。あの、やめた頃ですね。コマ。誰エンジェルか。そう、そうよ。あのね、やめた頃で何コマラジが立ち上がるときに、私とかコマエンジェル、割と早いうちからこう参加してて。僕最初からですよ、だから。どういう人を誘ったらいいかっていうので、高山さんなんか。立ち上げの前から関わってたよね。高山さんなんかどうっていうことを推薦した記憶はある。
なるほど。うん、あの人いろいろや、あの、この沖縄のこととかもすごい詳しいし。引きずり込まれて。うん、っていう。そしたら、気がついたらあなたたちはいなかったわけです。だから、いろいろあって。いろいろあってね。いろいろ死んでお詫びをしなさい。そういうようなことでございます。ね。すいません、メール。じゃあ、あの、お二人にこの6月の公演のことちょっと。あ、じゃあ、かよさんとまりえちゃんに、ちょっと一言ずつ。どっちの、こっちを、うん、かよさん、まず、バージョンアップ。バージョンアップの方の宣伝を一言ずつ。宣伝をお願いします。え、宣伝？え、ちょっと待って。宣伝？あと、趣旨が分かってる、この番組は。あの、日にちとか時間とかは言ったので、いいであの、思 い, い, い見どころとか思いとか。うん、見どころとか思い、ね、見どころはね、はい。還暦近い、あの、おばさんたちが、はい。本当命削ってやってる。そう、本当にそう思います。生まれすごい感動したもん。あんまり見たくない。そう、もうすぐ見たくなる。本当だよね。だって還暦近いおばさんたちが命を削ってる姿。いやでもね、すごいんだよ。すっごいキレッキレで踊るんだよ。視線ギリギリのところの、ちょっと危うさをこう、ハヤハラしながら見ていただくと、ね。それが売りなんですか？それが売り。でも客席もみんなすごい。緊張してるわけだよ。いつ死ぬかって。舞台で倒れようものなら、これはお芝居なのか、それとも、本当に倒れてんのか分かんないぐらいの感じだと思う。そうですね。なるほど。ですね。うん、でもね、一生懸命、真面目にやってるよね、私たち。いやいやいや、本当真面目にやってますよ。真面目にやってみんなあちこち痛いの。本当痛いの。もう9割が。すごい。だからね、それがすごいんだよね。それ伝わってくるもん、客席で見てる。偉いと思って。偉いと思う。伝わっちゃダメでしょ。いやもう本当に命がけっていうかね。でもすごいよ、あの踊りはみんな本当に綺麗綺麗で、ね、お優しい、わかりますわかります、ね、本当優しい、きちんと見たことないんですけど、見てきてくださいよ、心臓に悪いから、きちんと見るってどういう感じなのね。ね、きちんと見るってどういう感じ。いや、まあ、はい、でも、まね、じゃあ今度ね、行きたかったんですけどね。で2年後に私たち、あの、周年、20周年やるから。その時は、もう、いや、だから生きて会いましょうよ、その時は。ね。会いましょう。そうですね。会いましょう。もう誰が何があってもおかしくない年だから。そう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 。そういう意味ではね。そうそうそう。そう、まあ、本当だよね。本当だね。うじちゃん元気？あ、多分。多分って。あれ、まあいいや、誰だよ、うちちゃんって、みたいな話に、あっても、いろいろおさ、その他には何か売りはありますか？どうぞ、マリエッティさんどうですか？ですね、はい、そうですね。他にはないのか。その他。いや、でも、なんだろうね、ほら、例えば漫画、のね、お話にしたって、はい、こう、うんうん、今の若い方たちが、もしかしたら知らないかもしれないようなね、うん、私たち世代の、うんうんうん、の人、方たちが、うん、やっぱりちょっと、あ、懐かしいなとか、うんうんうん、思えるような要素がたくさん、ちょっといろんなものって思うかな散りはめられてるところがやっぱりあるんですよね。うん、うん。で、私はね、個人的に、一度やって、もうこれがやりたかったっていう役を、今回、うん、一瞬、ね、やらせていただいているので、もう再現度がすごいですよ。すみません、ごめんなさい、もうあと1分ぐらいになっちゃってるんですよ。ということでございまして、まあ、来週もですね、来週は2時間なんです、この番組。ほう。はい。8時から10時まで。ほう。いつでも、もしも、お元気でございましたらば。時間を決めて、ま、じゃあ、こう何時に電話するよって。ひどいですね、今日。そうですね。ごめんなさいでございます。はい、あと1分しかないんですけども。はい、ごめんなさい。ワンティとメル、うん、メルが泣いてる。あ、メル。はい。ということでございまして、はい、実は、岡ちゃんばったり会いました、さっき。はい。岡ちゃんってのは要するにメールをよくくれる方なんですけど、はい、他にちょっとごめんなさい、メールを読めない。ポンポンマン、もう、あ、また始まっちゃった。うちなうち、野鳥体操、うちなうちバージョンが始まりました。もう終わりだよっていう挨拶。岡ちゃんはね、ペットがお亡くなりになったのかもしれない。それでもショックでしょうがない。ちょっと仕事も変わったみたいな。まったりも、ね、でも、ぼちぼちになんとかっていうのを言っていたので、復活するんではないかなという感じでお待ちしております。来週も、もう、わかんねえ。ミヤティは来てくれる。はい、そうですね。2時間いるかどうかわかりませんけど。はい。で、
銀の皆さんも来ていいんですか。いいんですじゃあ来週は松井誠プロデュース公演の、はいね、宣伝をさせていただいて、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということで日村話ももうちょっとしたかったんですけども、まあ、はい、今日はまたよろし来週もよろしくお願いします。どうも今日は、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。えちちもうちどういう今回ちんまぎる運動祭。